こんにちはみずほマンスリービューですこの番組はみずほ証券のマンスリーレポートをもとに株式市場の動向分析し今後のポイントを探ります解説してくださるのはこの方ですみずほ証券の倉持信彦さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあ今回のマンスリービュー株式レスポイントを教えてくださいはい今回は日本株下落の背景業績の動向 今後のポイントと展開予想セクター戦略について解説をいたしますそれではまずは8月の日経平均株価の動き振り返っていきましょう5日に4451円安とブラックマンデー翌日の1987年10月20日を超える史上最大の下げ幅を記録しました 7月31日に日銀が政策金利の引き上げに踏み切り、上田総裁が今後の利上げに積極的な姿勢を示したことで、アメリカで景気不安やハイテック株安が発生したこともあり、投資家のパニック的な売りが広がりました。 ささあ倉持さんボラティリティの大きい8月だったわけなんですが、世界の市場の動きはどうだったんでしょうかはい8月の主要国の株価指数のパフォーマンスを見ますと、日経平均株価は1.1%の下落、ニューヨークダウは1.7%の上昇、ドイツダックス指数は2.1%の上昇、上海総合指数は3.2%の下落、インドのセンセックス指数は0.7%の上昇。 ブラジルボベス,ス数はの上昇とということになりました。え少しまちまちな展開といったところですかね。えそして、東証の33業種のですね、騰、えー、落率を見ますと、海運、施設などの市況関連、精密や医薬品といったヘルスケア、小売やサービス、情報通信などの内需系のセクターが上昇した一方、円高やリターンリバーサルなどから、銀行やえ証券、 それから輸送用機器、機械、卸売などが下落しましたスタイル別では内需、ディフェンシブ、クオリティが優位となっていましたさあでは9月の株価のポイントを探る株式ビューです さて日経平均株価ですがこれ二番底はあるのかどうかこのあたりいいかかがでしょうかはい、私どもは従来から8月から9月ですね、えー、ここにです、ねえー、ついてはおしめ買いの時期ということをずっとです、ねまあ、我々として主張してきましたけれど、はい、まあ急落後に日,日米株ともです、ね、予想以上に大きく反発したということになります。 で、米国株については9月下旬には下落する季節性がですね、あるということに加えて、まぁ、あ、11月5日のアメリカの大統領選挙の不透明感もあるということからですね、新しい上昇トレンドに入るには時期焦燥というふうに考えています。まあ、一時ですね、弱気相場入りした日経平均株価は、まあ、3万8000円のから上はですね、価格帯別の累積売買代金がね、 こうここにありますね。かなりまあ多いとい、はい、ええ、いうこともありますので、まあテクニカルな観点からは戻り売りが出やすいと、ええ、いうで、ええ、ことが考えられるということで、ええ、急反発後の二番底懸念。まあこれはまあ残るんじゃないかなというふうに考えています。アメリカの8月の雇用統計の後、円落が進み、日経平均株価はですね、さらにまあ反落するという展開にもなりました。 日本株は円高に大きくされやすいということがあるんですけれど、はい、まあその背景として、まあ、一つ目としては海外投資家、まあ、特に先物業者の影響度が大きく、 まあ、この円のロング、そしてですね、日経平均先物の,のショートといった、まあ、こういった組み合わせの売買ですね、こういったところの影響を受けやすいということが指摘できます。そして2点目、日経平均株価の採用銘柄の平均的な海外売上高比率はですね、まあ、約5割ということで、高いということですので、どれだけ取引の比率も高いということも加えて考えれば、企業業績の 為替感濃度が高いといったことも指摘できるかというふうに思います。はい、そうした中、まあ、第一四半期の決算が終わったわけなんですが、この業績面についてはいかがでしょうか。はい。東証プライム企業の2024年のですね、第一四半期の売上高は、前年同期比でですね、6.7%増収、営業利益は13%増益、経常利益が13.2%増益、 純利益が10.1%増益ということで、それぞれ直近のコンセンサスを2.9%、8.2%、17.8%、17. 14.6%ということで大きく上回る、はい、まあ、好決算となりました。そして2024年度の通期の会社予想につきましては、2.5%増収、4%の営業増益、そして1.8%の経常減益、 そして1.0%の純利益の減ということで、直近の市場コンセンサスと比べて、それぞれ1.1%、5.4%、6.3%、6.2%と、えー とですね、まあ、かなり慎重なですね、会社側の見通しになっているということが言えるかと思います。で、会社側の為替前提は、1ドル140円から145円がまあ多く、第一四半期の企業業績はですね、予想より良かったんですけれど、為替を含めて、今後政治経済のですね、不透明感も合わせて考えると、会社側の見通しがですね、まあ、慎重にならざるを得ないといったところはあるのかなというふうに思っています。 でちなみに、ボトムアップのコンセンサス予想につきましては、はい、2024年度の経常利益の変化率は8月22日時点で8.4%。 そして、純利益の変化率は8.3%ですね。ということになっていましてですね。2025年というところについてはですね、今2024年度と言いましたけれど、2025年度についてはですね、こちら9.2%の形状増益。そしてですね、純利益については8.4%の増益。そして、人株当たり利益については188.4ポイントということで、2024年度も2025年度も市場のボトムアップ コンセンセサスは1ヶ月前ととと比べててほとんど動いいいいないというのが現状であるといいううふうに言います、うん、はい、ではトップダウンでの企業業績予想、そして日本株のフェアバリュー、これに変更はあるんでしょうか。はい。日銀の利上げを受けたですね、円高傾向を受けまして、今回、トップダウン業績予想の為替前提を1ドル150円から140円の前提にですね、変更します。はい、そして、アメリカ経済についてはソフトランディングが前提です。 この結果、当初プライム企業の2024年度の予想経常利益の変化率は、前先月の6.4%から5.1%にですね、伸び率としては下方修正。そして純利益についてはですね、こちらはですね、 5.7%から4.8%ということで、下方修正をしているということになります。ただ、業績の方がですね、4、6月期非常に良かったということもありますし、まあ、自社株が非常にまあ旺盛ということもありますので、まあ、EPS については、前回のですね、169.7から173ポイントということにですね、情報修正しているということになります。そして2025年度につきましてはですね、 前回が8.8%というふうに、経常利益については増益というふうに見てましたけれど、今回は9.9%の増益。純利益についてはですね、前回が9.1%の増益でしたが、今回がプラス9.8%の増益。そして、人株当たり利益 EPS については18、185.1ポイントが前回でしたが、まあ、今回は189.9ポイントに情報修正しているということになります。 これまで私どもはですね、東証プライム企業の資本コストを意識した経営改革の浸透が PER、株価収益率の上昇につながると想定して、長期平均の15倍よりも高いですね。 PER16 倍をですね、フェアバリューの計算に使ってきましたけれど、市場の日銀へのですね、この信任の低下につながった利上げと、今後の追加的な利上げを考慮して、今回適用 PER につきましては15倍にですね、1ポイント引き下げました。はい あそして NT 倍率については前回同様ですね、14.25倍ということにしています。まあ、この結果、トピックスと日経平均株価の2025年度ですね、のフェアバリューにつきましては、トピックスでですね、こちら、えー、とですね、 2849ポイントということで、はい、まあ、約2900ポイントって言いましょうかね。うん、まあ、2849から2900ぐらい。はいえー、そして、日経平均株価でですね、えー、4万6000ということで、まあ、約4万1000円ぐらいということでですね。はい、4万2び0そうですね、4万2000円で、まあ、約4万1000円というようなところにですね、はい、まあ、いく分前回よりも下方修正したということになります。はい。では、当面の注目ポイントを教えてください。 はい。当面の注目ポイントとしては、一つ目として、アメリカの大統領選挙に関連したテレビ討論会でどちらがですね、優勢になるのか。二、はい、番目、9月17、18日の FOMC での利下げ幅。そして三つ目として、9月27日の自民党総裁選で誰が当選するのか。 あそして四つ目、9月最終週の政府主導のジャパンウィークスにですね、来日する海外投資家の日本株への見方といったところがですね、挙げれる、挙げられるかというふうに思いますで。私どもはですね、9月のこうしたイベントをこなしながら、日経平均株価は次の上昇局面へのエネルギーをですね、蓄える局面というふうに、現在のところを見ているということになります。 あの、日経平均株価が足元のボックス圏をダーするきっかけ、ダーするきっかけが何かあるとすれば、それはどういったことになってくるんでしょうかはい。日経平均株価は数ヶ月間ボックスで推移した後、2023年の4、6月期や、2024年の1、3月期のように突然上っぱなれるですね、うん、傾向があります。 日経平均株価が再び42,224円の史上最高値を更新するきっかけとしては3点挙げたいと思います。まず1点目。こちらですね。えー、早ければですね、9月の27日の自民党総裁選で改革派と見られる候補がですね、総裁に就任してですね、その後総選挙といったところにですね、まあ向かう可能性がある。 そして2点目、10、11月に発表される、えー、今年度の中間決算、うんえー。ここで業績の情報修正と株主還元が増加すると、はい、いうことに対する期待。 そして三つ目、大手コンビニの取締役会が、まあ、カナダの企業による買収提案を受け入れたり、今ね、えー、ちょっとまだね、不、え、透、ー、明感がありますけれど、それからまあ中堅ソフトウェア企業のようなですね、MBO の発表の増加といったですね、コーポレートアクションが増えて、日本企業の割安さに対する評価が高まるというようなことがですね、この日経平均が上離れるですね、可能性のあるですね、ポイントじゃないかなというふうに思います。 まあ、9月末の日経平均株価の予想値につきましては、まあ、3万8千円といったところで維持しまして、そして、年末以降、日経平均株価が上昇局面に再度入るというですね、予想を維持していますけれど、まあ、先ほど紹介しましたように、フェアバリューを PR1 ポイント引き下げたということもありますので、2024年度末、つまり2025年3月末の日経平均株価予想値につきましては、4万2千円から1円下げて、4万1千円と という,ふうにしておりますこれあのメインシナリオに対するリスクファクターにはどんなことがあるんでしょうかはい、ポジティブなリスクファクターとしては3点を挙げたいというふうに思います。こちらですね、ニューヨークでは引き続き市場最高値近辺にいますけれど、ナスダック指数やソックス指数ですね、フィラデルフィア半導体株指数も早期に高値を更新する。 そして、アメリカの9月上旬の経済指標が予想以上の強さになり、まあ今回、雇用統計がね、えー、予想ほど悪くならなかったというのがありますけれど、はい、えさらにまあいい指標が出てですね、円のタイドルレートが140円150円超に下落する。うん ま、円安になる。はい、そして三つ目、カナダのコンビニ大手による日本のコンビニ大手の買収が成功して、海外企業による日本株買収が相次ぐ、みたいなですね、流れが出てくるということですね。で、一方でネガティブファクターも三点ありまして、まあ、一つ目、日米の金利差縮小背景に140円を超える円高になるということで、えー、足元ね、143円ぐらいということになりますけれど、えー、ま、こっからさらに円高がね、進んでしまう。 そして自民党総裁選で、まあ、ちょっと考えにくい地療はあるんですけど、まあ、改革が落選するということ。そして3つ目ですね。今、アメリカの IT, IT 企業、ちょっとね、調整局面に入ってますけれど、このバブルが本格的に崩壊するみたいなですね。そういったところをこう挙げたいというふうに思います。最後に投資戦略のポイントと具体的な業種別戦略、教えてください。 はい。え、機関投資家はですね、半導体株や銀行株といった、これまで変わってきたところですね。まあ、ここをこう集中的に、今物色していたというところもありまして、え、その見直しということやですね、円高リスクというものも出てきたということで、まあ、ポートフォリオを内需中心にですね、分散するというですね、リバランスの意欲が、ま、高まってきています。半導体株を中心とする電気のおしめ買いというものをですね、え、前月、我々としては推奨したんですけれど、 まあこれは時期尚早だったということで今回ですね、電気株につきましては強気から中立にですね、引き下げました。そして円高の恩恵や内需の安定からですね、内需のまあ回復の観点から情報通信をですね、中立から強気にですね、引き上げ、そして小売株をですね、中立から強気へ引き上げました。 そしてサービスについてはですね、こちら強気から中立に引き下げているんですが、純粋な個人消費関連が多いですね、業種ということで言うとやっぱ小売かなということで、はい、その相対感といったところから中立に引き下げたということになります。 そして、れについては先ほども申し上げましたけれど、まあ、アクティビストが参加するようなですね、この業績、業界の再編ですね、この機運が非常に高まっているということも一つですね、フォロー要因として、フォロー要因として挙げたいというふうに思います。そして、銀行株ですね、保険株、それからですね、建設株の強気を維持しているということになります。 で、株式市場がちょっとこうね、日柄調整、値幅調整から日柄調整に入っているということもあるので、証券株について強気からですね、中立といったところに引き下げました。そして海運についてはですね、コンテナ市のとかが結構良好になってますので、はい、今回弱気からですね、中立に引き上げました。そしてですね、あとは、こちらですね、陸運、化学、医薬品、鉄鋼繊維ですね、これの弱気を維持しているということになります。はい 倉持さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。みずほマンスリービュー株式でした。ご覧いただいたみずほマンスリービューいかがでしたか画面下から評価をお知らせください。またチャンネル登録もお待ちしています。